ロブ・ハルフォード、ロブ・ハルフォード、本名ロバート・ジョン・アーサー・ハルフォード、1951年8月25日帯は、イングランド出身のロックシンガー、ロックミュージシャン、身長180センチメートル。ヘビーメタルバンド、ジューダス、プリーストのリードシンガーとして知られ、メタルゴッドという愛称で、リスペクトされている。ロック界においては、 ハイトーンボーカルの先駆的存在であり、その聖域は4オクターブ以上と言われている。ジャニス・ジョプリン、ロバート・プラントからの影響を公言している。スクリーミングに関しては二人の影響が大きいという。1972年に、アル・アトキンスの公認として、ジューダス・プリーストに加入。結成メンバーのヤンヒル、ベースのガールフレンドの兄だったことから声がかかったという。 1977年の配信の門制作時まではバンドだけで成形を立てられずダブルワークで昼間は紳士服の店員をしていた。1974年のデビュー作ロカロラから1990年のペインキラーとそれに伴うツアーに至るまでバンドの象徴的な存在として活躍した。その後彼のソロプロジェクトをめぐってバンド内で一件が対立しロブは ジューダス・プリーストを脱退する。パンテラのメンバーと共演したり、ブラック・サバスのステージで代役ボーカルとして歌ったりした後、無名の若手を起用してファイト、ファイトを結成。1994年に、ウォー・オブ・ワーズを発表し、プリストとは違うモダンなスタイルを披露した。彼はステージでリズムギターを演奏すると、これまで見せなかったスタイルを披露するが、 数枚のアルバムを残して解散している。1997年には2を結成。ナインチネイルズのトレント・レズナーによるプロデュースで、インダストリアル作品のベワイヤーズを発表するが、歌唱法から音楽性、さらにビジュアルに至るまで、ジューダス・プリーストでのキャリアを完全否定するような内容だった。また2での活動中、共同制作者であったギタリスト、 ジョンゴが彼に何も告げずマリリン・マンソンに引き抜かれたことも彼にとって大きな痛手となった。なお、1996年頃にソロプロジェクトの延長として、ハルフォードを結成していたが、数回のライブのみで自然消滅。音楽性は、ジューダス・プリーストとは相当にかけ離れたグランジなどに傾倒したものだったらしい。このバンドを母体に、 デンプというバンドを結成したというニュースも流れたが、自然消滅し、ツーが結成された。これと前後して、ロブは、自身がゲイであることを、カミングアウトし、話題となった、本人は別に隠しているつもりはなかったが、誰も聞いてこなかっただけ、としている。ただしそれ以前にも、フレディ・マーキュリーの死に際したコメントで、間接的に認めるなど、すでに周知の事実ではあった。 カミングアウト以後、ヘビメタルコミュニティでゲーであることの偏見に悩むファン、カミングアウトできないでいたファンから感謝の手紙が多く寄せられたという。また人体改造にも関心があり、ペインキラーの前後からタトゥーを施し始め、現在は全身に増殖している。正当的ヘビメタルへの回帰を決意したロブは、2000年に、ハルフォード、ハルフォード名義で、リザレクションを発表。 現代的なサウンドに関わりながらも、プリースト時代を彷彿とさせる、充実の内容で、熱狂的に迎えられた。この頃、彼は、2での活動は、私のヘビメタルに対する愛を取り戻すために、必要プロセスだったんだと発言をしている。年齢的にもどれだけ、ステージ上で、シャウトできるか、それを考えれば、ファンのためにも、精一杯メタルに献身するべきだと考えたからだと言う。 2002年には、プリーストのメンバーたちと和解を果たし、ロブ脱退後の活動に行き詰まりを感じていたバンド側とヘビメタルへの本格復帰を志行するロブの思惑が一致。ロブのプリースト復帰に向けて動き出す。2003年、プリーストは、ロブの公認だったティム・オーウェーンズの脱退とロブの復帰を発表。夏にはヘッドライナーとしてのツアーを成功させ、 再び大規模な工業を行えるようになった。以後、再び、ジューダス・プリーストのフロントマンとして、精力的に活躍中である。その一方で、ハルフォードの活動も並行して行っている。ハルフォードでの活動は、ジューダス・プリーストではできないこと、例えばモダン、ヘビネスにトライする等の、課外授業的なのとなっており、それによって得られた楽曲のアイデア等を、 ジューダス・プリーストを活性化させるためのファクターとして取り入れたりもしている。ロブの復帰第一作となったエンジェル・オブ・レトラビューションはかつて以上のパワーに満ち溢れた作品となっていた。2009年時点での最新作ナストラドマスはノストラダムスをテーマとしたコンセプトアルバムである。2019年10月、弟のナイジェル・ハルフォード、妹でイアン・ヒルの元妻のスー・ハルフォード、 おいにあたるイアンの息子のアレックス・ヒルラと共に、ロブ・ハルフォード・ウィス・ファムリーフレンズ名義による、クリスマスアルバム、セレスティアル・砲台・メタル・クリスマスをリリース予定。ファイト・ファイトは1992年、ジューダス・プリースと脱退後に、ロブが結成したパンテラを彷彿させるヘビーメタルバンドである。1993年、ウォー・オブ・ワーズでデビュー。 1995年にセカンドアルバム、エースモールデッドリースペースの売り上げ不振が原因で活動を休止した事実上の解散。ハルフォード、ハルフォードは2解散の後にロブが結成した現代的な感覚のヘビメタルを取り入れた正統派ヘビメタルバンド。2000年、レザレクションデイデビュー。ロブのジューダス・プリースト復帰に伴い活動を休止したが、2006年に ロブのソロプロジェクトとして活動を再開。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。